はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。まあ、この受けループをね、使ってるとやっぱり、こう非常に落ち着いた感じがしてね、心地よくゲームをプレイできますね。ただ、神剣いるから結構そこだけ不安で、選出どうしようかな。ヤドキン TV ちょっと欲しいと思ったけど、それはさすがになくて、まあ、無道がまず最初に入ってくるかな。で、ハッピーナスも確定でしょ？ウルガモス考えると、ハッピームーンは投げないと話になんないから。この2体でレヒレも頑張る感じにした。まあ、ハッピーナスで割と頑張る感じにしたくて、これできつくなってくるのが、まあ、カイリュウ。マッギョはなんとかなるんじゃない？さすがに。バンギもいて、マッギョもいて、相手サンダー相当重く見てる。まあ、周りの駒が結構サンダーきつそうだもんね。で、無道いれば万儀も大丈夫で、まあそうなると海流にちょっと厚めの駒行ってもいい話か、まあどうかみたいな。ドヒドハピ無道はいいか、なんだかんだ言って。うん、まあこれでいきますか。まあなんだかんだカプレヒレが一番怖いというか不安というか。マッキョ来たね。こいつサンダー受けをしつつ、なんかステルスロックとか、そういうその辺の技を持ってるやつだよね。熱湯から入って、地震とか持ってるんかな。あと電気技？ハピナスをさすがに倒すことはできない。地震あってもハピナスは取れないんじゃない？マッキョじゃ。こんな遅いんか？とりあえず上から熱湯入る。焼いてほしいな。でか。絶対平気になった。ステロマッキ、まあまあでもそうだよね。そういうポケモンだよね。まあこれで裏で厳しく来るんだろうけど、裏が結構気になるかな。まあ結局のところは神剣だと思うけど、気になってくるのは。本当はまあリフブレとかに無道を置けると、そんな楽なことはないんだけど、あ、アクビステロできるポケモンなんだ、こいつ。なかなか厄介だな。なかなかに厄介だね。ハピナス引きでいいか。ドヒドイでまだ別に寝かせなくてもいいし。まあ別にこう寝かしてネット打ってもいいっちゃいいんだけど。あとこうランクルス引きとか割と相手気になるところかなとか思ったけど。ハピナスがとりあえず着地できたね。これだったらアクビループはまらずに、マッキョはしょれそうで、回復アイテムか。まあ、ここ回復されちゃうのは致し方なし。ハピナスでただ寝ると、寝際にウルガモスとか投げられると、まあまあめんどくさいから、次丁寧にちゃんと引いときたいかな。ここ霊指でがっつり削って、割と早めに焼けてくれたのでかいかもな。まあ、焼けなかったら焼けなかったり。まあまあ、なんとかなってたと思うけど。別にここがそんなに、キーになるポイントじゃないからね。ステロもあるけど、まあ、ガモス、超前は一段階ずつしか上がってないから、上がんないから、ハピ引いて、瞑想でなんとかなるよね。あとまあ、ドヒドイがもう役割、まあ、回流したいか。あと一応あれだね。レヒレ考えるとちょっと残しておきたい気持ちはある。まあ残す方向性でいいかな。でドヒドはステルスロック、まあ、事実上、くるくるしてる分のステルスロックのきつさは無視できてるから、あんまり良くて、まあ、ハピナスも残飯で、16分の1ずつしか結局入んないようなもんだから、この辺は割と、まあ、マッギョに仕事量としてはめちゃくちゃやりたい放題されとる感じあるけどね。で、ここ、ハピエ倒しちゃうと、ハピが寝て、こうウルガモス投げとかっていうのが、割と強烈になっちゃうから、まあ、ドヒドイデが眠気状態できっちりここは引いておきたくて、まあ、カミツルギ投げてくるんかな。で、そこに無道で大魔合わせて、まあどうなるかみたいな。ただこっち1枚捨てれるから、まあ割と面白い展開になるんじゃない。まあ熱湯で3割運ゲーやりに行くほど
頭いかれてないからね。まあ、マッキョにやりたい放題されたけど、まあ、受け駒が3枚ほぼ健在な状態で残ってると思えば、そんなに悪くないと思うんだよね。ガモスか。こいつもしかしてやばい技持ってる？ショックとか覚えるっけ？ウルガモスって。なんか覚えそうな雰囲気出てきたな。覚えそうな雰囲気出て、今出てきたわけじゃないけど。ああ、オッケーオッケー。それはいいわ。くっそ余裕。硬っ。ハピナス。まあ、一回丁寧に卵を押しとく話と、まあ、それでいいか。多分、まあ、裏紙剣だけど、その場合無動で大ジェット切るのが、ああ、バンギなら勝ちじゃない？ドヒドイデがいらないかな、それで。まあ、あえて捨てに行くこともない気がするけど。とりあえずこれでハピナス回復できたから、もうちょっと不安要素は全て払拭されていると言っても過言ではなくて、バンギとね、ハピナスは3なり強いっていうところは同じなんだけど、まあ、役割対象が微妙に違うから、まあ周りの並びもね、若干こう変わってきたりはするんだけど、どうなんだろう、隙見せないのはバンギラスの方なんかな。まあいろいろ技仕込めるっていうところで言えば、ハピもバンギも同じといえば同じなんだけど、どっちかっていうとさ、まあ砂で削れるけど味方も迷惑する時があるのと、ハピナスはそれがないっていうところだったり、まあ周りと合わせやすいのはハピナスなんかな。ただバンギーが砂巻いてステラを巻いてみたいなのをうまく周りと兼ね合いできるといいと思うんだけど、エッジプラスダイバーンみたいな話ある。ダイマ切んなかったらまずいかな、まずいかな。竜舞とか考えると、ドヒドあんま引きたくなかったから、即無動投げたんだけど、上から跳ね通るなら大丈夫じゃない？ここで、まあ、アースはさすがに、まあ、打ってきても多分死なないし、ロック、はいはいはい。半減でロックもらえたのでか。弱歩かな、これ。まあ、いずれにしても相手、もうダイマックスこれで品切れだから、鉄壁から入って、まあ、相手さん、バンギの方が早いと思ってたんだろうね。まあ、一応、純速ドサイ抜きまで振ってんの生きてるかな。昔からエアムドは S このラインまで振る乗りになってるんだけど。うわ、ここプレス打ちてえけど。まあ、チビになってからでいい。慌てることない。プラニプレス、うん、引くんでも全然よくて。なんならこれ殴んなくてよかったね。まあ、相手だけダイマックス終わったし、もう多分、崩す手段がないのと、ドヒドイでどっかで盤面着地すると、まあ、ネットの一貫あるし、一貫って方でもないけど、まあ、ネットが打たれ放題になるから、きついはずなんだよ。で、最近で持ってるのは分かったから、ハピナスじゃないとダメで。まあ、あと、多分、バンギちょびちょび削ってって勝ちかな。残飯かどうか分かんないけど、残飯見えたらマジシャ打っていけばいいし、残飯じゃなければ、まあ、弱点保険ケアして、一生冷凍ビームかな。まあ、殴りつつね。パワーアップ、はいはい。で、相手、ああ、待って待って、なんか仕上がった。ふざけんな、お前。ふざけんな、それはさ、違うじゃん。卵から入んなきゃいけなかった。バンギー削れないな、これだと。まあまあまあ、そうだよね。ここぞとばかりに。それさ、いや、最初から超舞してくんだったらわかるけどさ、炎の舞で、無動突っ張ったら倒したいし、無動引いてるんだったら、まあ、仕上がればいいな、みたいな、その量対応はちょっと、やりすぎじゃない？まあ、こっち、こっから瞑想で間に合うと思うけどな。ああ、オッケーオッケー。
相手多分もうそのルートしかないと思うけど。僕が何のためにさ、サンダー受けのポケモンにステルスロック切って瞑想入れてると思ってんだ、マジで。本当にステルスロック入れたかったからね。瞑想できればあんま、ああ、ま、バンギは、あの、バンギ瞑想入れなくていい代わりにさ、あいつはあいつで、守るが必要だからね。なかなか、難しいところあるよね。一回瞑想でいいな。多分降参だと思う。殴ってくる。で、イーガーがタピアンスバグだからね。はいはいはい。だいまいちウルガモスに打点がないね。こうなってくると。C これで2個上がってるから、バンギ引きにマジシャ通って、丁寧に行こう。なんか無理することも別にない気がするな。まあ、マジシャで良かった話はあるけど、ちゃんとアイテム見てからで。で、バカリキかなんか持ってるでしょ？ダイナックルってきたから。だから、ハピアンセ突っ込むわけにいかないから、きっちり下げなきゃいけないんだけど、残飯ではないね。まあ弱点保険なんじゃないかな。まあまあ無動に引いて、ドリクシュ打ってってもいいけど、まあ炎の体もらうとうざいか。ああエッチに投げれたのはまあまあまあ、まあ何でも受かるから、羽でいいね。いやー、こういう展開になるとね、ステロがやっぱ欲しいよね。ステロで勝手に、相手だけ疲弊してって詰める。まあでもこれで、この状態でも結局別に、続けていけば、勝つわけだから。まあいいっちゃいいか。ステロがあって勝った展開ってわけじゃないもんな、別に。あったらいいなーぐらいで、まあないならないで、そんなに、気になる方でもないし。しっかりヒットミント確保して砕き強っ。はいはいはい、はいはい、全部引いた。まあまあまあ、でも土俵引きもあるから、最悪別に土俵捨ててやればいいから。通ったわ。死ぬでしょ。勝った。じゃあこうやめろ。来ちゃー、弱点保険来ちゃー。これなんか相手の思うツボな展開になってない思うツボな感じになってるけど、まあまあ別に、ストリーム切ればいいし。まあガモス出てきても、バンギ下がって、裏引くから、大したことなくなるから。ダイマックスをね、相手残してたら結構手強かったけど。結構耐えるもんだな、プレス。4倍弱点のくせに。まあでもこれはもうドヒドヒで、ね、詰めていけるため。ドヒドハピムド、なんか結構チャンスある気がするけどな。バンギーと違ってハピで見えれない部分をしっかり補えればさ。まあ、フェアリー技入るってのはでかいかな、ハピナスに。エッチ。はいはいはい。まあこれで雨も降るしね。落ちるよね、さすがに。ああ。このなんか、やっぱ安心感だわ、このゲーム。ビクビクするじゃん。相手の裏見て技を押すとか。そうじゃなくて、こうゆったりね、こういう感じでやりたいですね。あ、なんかこの、まあ、ドヒドハピー、もう一枚のところが、まあ、今回は選出無動になってるけど、まあ、ドヒドハピの2枚プラス、こう、もうちょっと殴れる駒っていう構成もできなくはないから。なんかそっち、ちょっとね、可能性ある気がするけどね。まあ、ただその場合だとやっぱ捨てる欲しくなるんかな。裏を補助するっていうか。まあ、攻める動きに現状つなげないからね。受け録だとやっぱりこの形になると思ってるけど。これは、瞑想で、勝ちでは。
さっきの状態からまあひたすらね、なんか適当にボタンルーレットで決めながら、まあ、じっとしてたらここまで来ましたと。あ、これドヒト引いた方がいいんかな。9勝を考えるとドヒト引いた方が確実に勝ちちゃったような気がするけど、まあ大丈夫でしょう。これぐらいはね大丈夫なんで。久しぶりにあれかも、 TOD の動画上げるかも。どんぐらいだろう、ほとんど多分 TOD になる動画僕上げてなかったと思うんだけど、最後上げたの竜王戦ルールのさ、多分どんぐらい TOD やるときって割とちゃんと真面目にやってるときだからね真面目にやらないと TOD しないでポチポチボタン押していくから、時々そのせいで負けるときもあるけど、よくないんだけどね。まあ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 。うぃ。いやー、ドヒドハピ、ちょっと信じていこう。GG。